ライパチです。本日は関東屈指の超強豪が集う最大規模のスーパートーナメント大会、ビクトリアサマーカップの模様をお届けします。お相手は昨年の秋目黒区一部を制覇した超強豪東京ドナルドダックさん、一方我々アッパレも今年の春北区一部を制覇しており、まさしく北区と目黒区のプライドをかけた戦い、1回戦から厳しい戦いが予想されます。早速ご覧ください。はい、どうも兄貴です。目黒区 vs 北区の頂上決戦でございます。スタメンはこちら、一番バッターは亮ですね。クラスの初球でございます。はい、インコースです。相手の投手ですけれども、非常に球持ちが良く、まあもう1球投げただけでいい投手だなと分かりました。しかしいきなりラッキーなデッドボールです。失礼します。はい、そして2番ジュンはバントの構え、初球。はい、いきなり外したら亮が飛び出しましたね。これなんか間一髪判定はセーフだったんですけれども、微妙なプレーでした。あれって何のサインやったんやろか。はい、そしてホームランで三振しましたが、盗塁が代わりに成功すると。そして3番徳さん、かかとから入ってますね、この男。はい、これも初球です。はい、タイミングはドンピシャなんですが、上をこすってファーストゴロとツーアウト。そして4番ゾエ、セカンドゴロでこの回転ならずでございますが、相手のピッチャーですね、非常にボールがこの日やはり動きました。最近のピッチャー多いんですが、これも手元で沈んでます。まあ、ゾイ的には捉えたつもりがセカンドゴロという感じでしょう。はい、やっぱりの先発は竹俣でございます。おお、ゾエの肩が相変わらず鬼ですね。取ってからのスピード、正確性、草野球レベルではありませんね。これはこの後火を吹くのでご期待ください。はい、1番バッターです。このバッター非常にいいバッターでした。はい、この辺りが三遊間の内野安打となります。詰まらせるストレートを引っ張られましたね。はい、そして2番、はい、バスターが内野フライになりました。ラッキーです。ワンアウト。そしてワンアウトから3番バッターです。ここで変化球が浮いてフォアボールと、ランナーを押してしまうフォアボール出したくないですね。ワンアウトから4番、ここで竹俣ギアを上げますね。ストレートを詰まらせファール、追い込んでからの4球目出ました。これ高速シンカーです。はい、スコアリングポジションにランナー行ってからのこのベストボール、このシンカーは初見ではちょっと厳しいですね。ちなみに、以前高速シンカーの投げ方を竹俣が解説しております。ぜひご覧ください。はい、2アウトから、はい、今度は逆にまっすぐで連続三振とピンチを切り抜けます。ここはキャッチャーもうまいですね。はい、2回の表です。先頭は元 NTT のタカです。これも動くボールだと思いますね。擦ってしまってショートゴロです。はい、6番いぶし銀岡田、これはインコースのまっすぐがピシャーです。ナイスボールですね。いいピッチャーです。はい、7番竹俣、はい、やっぱり打線内野ゴロの山を築いてしまいます。はい、裏の回の竹俣です。はい、先頭を切ります。そして徳さんへの強いショートゴロ、堅実にさばいて、ここはやっぱり徳さんさすがですね。
最近エラー全く見ないですね、この男。はい、裏の回です。ライパチです。ここで試合が動きます。はい、高めに浮いた変化球ですね。これをライト前へ弾き返します。さあ、そして次クリスですね。若き外野手のパンチ力があるこの男ですが、はい、送りバントをしっかり決めます。ワンアウトランナー二塁。そして1番亮に戻ります。この男思い切りだけは素晴らしいですからね、本当に。さあ、初球です。完璧に捉えてライト前へ。ライトが弾く間にライパチ一気にホームインです。彼先制点でございます。1対0。はい、この場面で初球を全く躊躇なく振り抜くところ、1番バッターの性格っていう感じですね。素晴らしいバッティングです。さあ、次の順です。ここで今日が盗塁を仕掛けますが、相手のキャッチャーが上でした。盗塁士でございます。一気に行きたいところでしたが、ここはさすが点に追い込められます。さあ、裏の回の竹俣です。ここでもシンカーをうまく使って打たせて取るピッチング。そして1番に帰ります。はい、この当たりだ、内野安打となりますね。はい、ワンアウトから2番でございます。はい、この時キャッチャー添えが見せます。はい、ワンアウト1塁でエンドラン盗塁を仕掛けたいところで、ストレートをそのまま超絶ストライクでセカンド送球、俊足のランナーを余裕で殺します。はい、そしてそのバッターを、はい、変化球が頭に入ったんでしょう、まっすぐ振り遅れて三振と。はい、その裏の回サンタラです。1対0のこの場面、なんとか出たいところですが、このシンカー系のボールにあっぱれ打線、ずっと終始苦しめられます。まっすぐと全然見分けがつきづらいんですね。上の振りが全く一緒、これもシンカー系のボールだと思われますね。しかしこれがラッキーな内野安打ですね。エラーだったかもしれないですか。はい、続いてタガです。ナイスボール。あ、そうなんです、このインコースのピッチャーのベストボールなんですが、ランナーが出てゆっくり帰っていることをこのキャッチャーは見てたんですね。そしてピッチャーに返すようなこの投げ方で、なんとそのままファーストにボールが来ます。目を切っていたランナーゾエはタッチアウトと、帰塁は素早くです。しかしキャッチャーよく見えてるですね。そしてタカも進化系のボールにやられてしまいます。少し相手に流れがいったかと。そして相手の4番もこのシンカーを痛烈なファール、そして見極められて先頭が出ます。いい打線でした本当に。はい、さらにワイルドピッチでランナー二塁とピンチを広げます。はい、スライダーがデッドボールになります。
これもですね、軟式ではよくあるんですけれども、またやはり軸足を犯さず当たっていくというところも、これは卑怯ではありません。軟式特有の高等技術だと私は思います。そしてワンアウトを取ってからの、はい、ここでアウトコースに逃げるボールを竹俣投げて、なんとかセンターフライに打ち取り、ツーアウトまでこぎつけます。さあ次のバッター、完璧な当たりだったんですが、サードの守備猿がこの強烈な打球をですね、横飛びでスーパープレーをします。竹俣を助けます。流れを引き寄せるプレーでしたね。はい、4回表ミスター右打ちの岡田ですが、この打席完璧な打球でしたね。ここ後ろがない球場なんですけど、普通の球場だったらおそらく入ってると思います。外のボールではなく、突如インコースに山を張って完璧に打ち抜くという、前の打席この打席と追っつけて打ってるバッティングを見せてましたね。そこで突如インコースに山をこの男張るんです。ここはアンパイだと思って投げてるはずなんですね、バッテリーが。それが完璧にやられるという、これは岡田の勝ちです。はい、続きましてバッター竹俣、ノーアウト三塁です。完璧に捉えるも、ショートの真正面、ショートライナー、ワンアウト。さあここでバッターライパチ1対0、絶対に1点が欲しい場面ですね。はい、相手バッテリーもスクイーズエンドランを警戒してきます。はい、ライバチ、これをストライクと判定されます。避ける技術がないということですね。そしてここでベンチからエンドランのサインが出ます。これをライパチが完璧に決めて、待望の2点目。ライパチこの日2点とも点に絡みます。素晴らしい、成長しました。さあ次のバッターは、ここはですね、力でねじ伏せられて1点でしのがれます。はい、そして、はい、私でございますね。幕終盤のしびれるマウンド、最近よく上がっておりますが、はい、今のスライダーですが、この日ボールのキレ自体は全体的に良かったのかなと思っております。しかしちょっと際どく投げすぎてワンスリーになってしまい、ちょっとツーシームが外に外れて先頭を歩かせてしまいました。最悪です。さあノーアウト一塁から、バスターをセカンド封殺と。このレベルになるとですね、軟式は普通にバントしてきません。まず信用してないです。はい、1番バッター、はい、初球スライダーでカウントを整えます。いいところに決まってますね。この日はスライダーが切れてましたね。はい、こちらも振らせにかかるスライダーです。スライダーで勝負するための配球となってます。これ1球ストレート入れた後ですね。次、これベストボールですね。バッターの選択肢としては振らないのが正解ですが、絶対振らせるという気持ちでストレート以上に腕を振ってます。はい、2アウトまでこぎつけて、はい、今度はまっすぐですね。これを詰まらせてセカンドゴロ、まあ先頭出しちゃダメなんですけれども、なんとか切り抜けました。
8月もやってるぜ。プレゼントキャンペーン、まずは IP セレクト東郷監督監修モデルだ。これは徳さんのグラブ買えねえを完全に覆す最高級モデル。そしてドライヤー山田テストモデル、これは徳さん実使用、徳さんお気に入りの一品だ。大事に使ってくれよな。そして Z のプロステータス入館用54,000円、これは徳さんが愛用しているグラブの同じ型だ。そしてラストリンサングラスエアフライ、これは徳さんも愛用している鼻目元の煩わしさが一切ない、こめかみでストッパーをかけるいいサングラス。すべての商品を8月末までにチャンネル登録してくれた方の中から抽選で1名にプレゼント。ちなみに7月のプレゼント発表はカミングスーン。